田先生、よろしくお願いします。はい。さて、今、アメリカでは、かつて自由を求めて自由の国アメリカを目指してきた人々がふるさとに帰るという動きがあるということなんですが、先生、これはどういうことなんでしょうか。よろしくお願いします。そうですね、とにかくアメリカは自由の国だということで、特に、まあ、東欧、それからアジア、この独裁国家にいる人はもうアメリカは天国のように見えたでしょうね。まあ、そのため、いろいろ難しい難問をクリアしてですね、アメリカの永住権を得て、さらにはアメリカの市民権を得るということはもう一つの夢のようになってまして、まあ、大勢の人がアメリカにの永住権を取って、さらには市民権を取って、まあ、一生懸命、この故郷に錦を飾ろうという気持ちもあってですね、汗水垂らして働いて成功された方というのはたくさんいらっしゃるわけですね。まあ、私もロサンゼルスで仕事をしてまして、1974年からロサンゼルスで仕事をして、自動車の修理工場、まあ、日本から小型車がどんどん入ってくると多分オーバーヒートで、問題が起きるだろうと、それをですね待ち受けて、うちで、その修理をしようということでですね、まあ、先駆けて自動車修理工場をやってたんですが、まあ、案の定大当たりをしたわけですが、その時ですね、同じロサンゼルスでガソリンスタンドをやってる方がいましてね、アルメニアから来られた方なんですよ。で、まあ、この方とも仲良くなりまして、ということはそのガソリンスタンドに、まあ、日本車が来てですね、ちょっと問題があるというと、みんなうちの方の工場にですね回してくれるということで、またうちの方もキャデラックとかですね、あんまり得意でないもの、修理が来るとそちらに回すとかっていうことで、まあ、お互いにですね助け合っていたわけで、まあ、仲が良かったわけなんですね。この方は、まあ、今から数えればですね、何十年になりますかね、30年か40年ぐらい前にアメリカに来てですね、事業を起こしていられた方なんですね。ですから、まあ、アメリカで生まれたお子さんはみんなアメリカの大学を出させてですね、まあ、幸せな、まあ、一家、まあ、私も親しく長年ですねお付き合いしてたんですが、実はこの方からですね、この前連絡がありまして、もういろいろ考えた末、アルメニア国に帰ることにしたと。まあ、親戚とか知り合いアルメニアいるんですが、その状況、今現在のアルメニアの状況ということもよく分かって、そして今現在の、まあ、今ロサンゼルスにいるわけなんですが、今のこのロサンゼルスと比べると、もうロサンゼルスの方は地獄だと、そしてかつて地獄だと思ってた地獄の方が今は天国だということで、もういろいろ事業も全て引き払って、家族もろともアルメニアに帰ることにしたと、こういう話なんですよ。で、まあ、どういうことか、まあ、私も大体わかるんですが、もうアメリカではですね、言論の自由も何もなくなったっていうんですね。ちょうど、まあ、去年2020年、トランプ、バイデン、選挙合戦があったわけですが、まあ、こういう時にですね、バイデンを支持するというようなことを言ってられたらしいんですが、そうしたらですね、トランプ支持者の人からひどい目にあってですね、もう修理工場のですね、ガラスは割られるが大変なことになったというんですね。で、娘さんたちの一部はですね、トランプを支援するという、そういう、まあ、家族の中で意見は分かれてたんですが、まあ、別に意見が分かれてもですね、言論の自由の国ですから、家族親子といえどもですね、それぞれの自分の考えを持つということはごく当たり前のことなんですね。そうしたらですね、今度はトランプを支持するんだと言って息子さんが人に話したり、割とあちらこちらで話したらですね、
そのバイデン氏のですね、なんかその、まあ、支持者の人からですね、殴られてですね、血みどろになったという話なんですね。まあ、それだけではなくてですね、もういろいろレストランが襲撃されたり、スーパーマーケットが襲撃されたり、またこのフロイドさんという黒人の人が警察官に虐殺されたということで、デモがあちらこちらで起きてですね、そしてもう商店のガラスは壊されるわ、もう車は焼かれるわですね、もう年がら年中このところですね、もうそういう暴動が絶えないっていうんですね。で、特にまあロサンゼルスとかニューヨークとかデトロイトとか、ああいう大きいところではですね、もう年がら年中デモをやってるわけですね。今度は不正選挙が行われたっていうんで、今度はトランプの支持者がですね、あちらこちらでデモをやって、まあ日本でも映像をご覧になったと思うんですが、ワシントン DC でデモをやって、議場にそのなだれ込むというようなですね、ことがあるわけなんですが、まあいろいろそれはテレビによく映るんですが、テレビに映らない、もうアメリカに50カ所ぐらい大都市がありますから、そういうところでですね、起きているいざこざとかですね、デモとか焼き打ちとか、そういうところまで報道できないんですね。ですから実際にロサンゼルスに住んでいるこういう方はですね、もうとてもじゃないけどここでは生活できないと、仕事もできないということでですね、お帰りになるっていうんですよ。たまたま偶然なんですけれども、同じくそのニューヨークなんですけれども、知ってる人がいまして、その人はですね、もうニューヨークなんかとてもいられないと、だから増田さんのいるこのハワイにですね、全部引き上げるっていうか、家から何から全部売ってですね、もうハワイに移住することにしたと、こういう話もあるんですよ。で、このハワイっていうのはですね、まあ役人の人とか議員の方なんかも日系の人が多いですし、またそのネイティブハワイアン、原住ハワイアンのアロハの精神っていうのがありまして、このハワイというのはアメリカの50州のうちの一つなんですが、ちょっと違うんですね。まあどちらかといえば日本のようなその国なんですね。で、まあ日本は天国だということはもう世界中に知られてまして、アメリカでも知られてまして、私も会う人ごとによく言われるんですよ。本当にね、日本人、増田さんが日本人で羨ましいって、ま、何度も言われましたね。もうもうロサンゼルスにしてもニューヨークにしてもシカゴにしてもですね、もうとてもじゃないけども住んでられないと、まあ、誰々を支持すると言えばですね、反対側から殴り飛ばされるし、何もものが言えないと。それどころかですね、もう朝から晩まで何だのかんだのデモが起きてですね、略奪行為が繰り返されていると。もうこういう国にはいられないと、50州の中で暮らせるのはハワイだけだということでですね、まあ来られている。そのためハワイのですね、住宅価格はどんどん上がってですね、ニューヨークなんかもう価格は8割ぐらい下がったところがあるんですよ、ね。高級なところほどどんどん値が下がる。そしてハワイの方はですね、高級なところほどどんどん値が上がってですね、いるという、こういう状況が起きているわけですね。何を意味するか、もうアメリカが分断されてですね、唇寒しで言論の自由もなくなったと。そしてアメリカの7割の人がもうアメリカのメディアは一切信用しないと、まあ、こういう国になってしまったわけですね。もう民主主義のかけらもないと、だからもうアメリカにはいられないという、こういう動きがですね、今だん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 今広がってまして、移民してきた人もう大変な思いをしてですね、移民アメリカに住み着いて、そして子どもたちをアメリカの大学を出させた、こういう家庭がですね、もう今地獄に帰ろうという動きがどんどん今広がっているということですね。このことを我々日本人もですね、よく知っておく必要があるのではないかなと思って今日お話をしました。増田先生、どうもありがとうございました。はい。